よっしゃ、行ってきましょう。原枝恵子さん開始事件っていうスチームでリリースされているホラーゲームをやっていきたいと思います。で、ゲームのページによると、このね、ゲームの作者さん、この間やったね、オールアローンっていうゲームの作者さんで、この短いスパンで新しいホラーゲーム、新作のホラーゲームがリリースされたんで、今回やっていきたいと思います。では行きましょう、開始。原枝恵子さんってなんか実名みたいな。これから見ていただく映像は、原枝恵子さん開始事件の遺族宛に届いた送り主不明のビデオテープに収録されていたものです。この事件はすでに事件性なしとして警察の捜査が打ち切られたものになります。しかしご遺族は警察の捜査結果に納得しておらず、少しでもいいから事件の手がかりが得られないかと、このビデオを公開することを決断しました。ビデオを見ていただく前に、原枝恵子さん開始事件の概要を説明します。原枝恵子、うおー、開始事件。1999年9月12日午後8時に原枝恵子さんが自室内で倒れ、遺体となっているところが発見された事件。あ、これ同じだね。第一発見者はアパートの大家さん。同日早朝にガラスの割れる音を聞いたという電話や相談がアパートの住人から多く寄せられたため、建物の外観を目視したところ、恵子さんの部屋の窓ガラスが大きく割れていることを確認した。不審に感じた大家は恵子さんの部屋のインターフォンを押した。しかし反応は得られなかったという。日が暮れた後でもう一度見回りに行ったところ、割れたガラスはそのままであった。インターフォンにも反応が得られず、電話にも応じなかったため、恵子さんの緊急連絡先である母親の雅恵さんに電話でその旨を伝えた。恵子さんは雅恵さんからの電話にも応じることはなかった。大家は雅恵さんから依頼を受け、合鍵を用いて恵子さんの部屋のドアを開けた。部屋は電気がついておらず真っ暗だったという。大家は持参した懐中電灯を点灯したところ、キッチンと居間の間、恵子さんと見られる女性が倒れているのを発見した。大家は警察に通報、駆けつけた警察官により、女性は恵子さん本人であり、すでに死亡していることが明らかとなった。あ、ちょっと待って、早かった、これだけ勝手に言っちゃった。何、実際の写真一部加工済み。警察は捜査を開始。遺体に目立った外傷がないこと、病院への通院歴などから精神疾患の傾向が見られたことを発見した。あ、そうなんだ。捜査の結果、恵子さんの死因をストレス性心筋症による心不全、死亡時刻は同日早朝と特定、精神疾患が原因で錯乱状態に陥った可能性が高いと発表し、事件性はないと断定した。しかし現場には多くの不審な点も存在しており、遺族は本当に事件性がなかったのかを疑問視している。不審な点1、窓が外側から割られていることが判明している。あ、そっかそっか、外側だったらそうだもんな。警察は錯乱状態に陥った恵子さんが自ら窓を割ったと結論付けているんだけど、外なんだよね。しかしわざわざベランダに出てから窓を割り、再度室内に戻るだろうか。窓以外に室内が乱れている様子も見られず、窓はガラス製であったが、前述した通り恵子さんの体に目立った外傷はなかった。不審な点に、恵子さんや家族に不審な電話が届いている。これってか、ビデオテープってそういうことじゃないの。事件前日の深夜から事件当日の早朝にかけて、恵子さんの部屋の固定電話に多量の着信履歴が残されている。一般的に電話の少ない時間帯にもかかわらず、恵子さんの普段の着信の頻度と比べても際立って多かった。ストーカー？
通話履歴によると恵子さんこのうちのいくつかに応答しているという。また事件前日、被害者の母親である正江さん宅に恵子さんの同僚を名乗る佐賀沼千恵という女性から、恵子さんが仕事を無連絡で欠勤したという電話が入る。え、正江さんが恵子さんに電話して確認したところ、いつも通り仕事中であったという。なお恵子さんの職場に佐賀沼千恵という人物は存在しない。どういうこと？佐賀沼、不審な点3、生前の恵子さんの発言。恵子さんは生前、知らない人につけられているという趣旨の話を家族にすることがあったという。ストーカーだ。近隣の防犯カメラには事件前日の夜、自宅マンションに向かう恵子さんの姿が記録されている。映像では恵子さんが後ろを気にする様子が確認できるが、防犯カメラに不審な人物は見られなかった。前述した通り、恵子さんは精神疾患の傾向ありと診断されており、被害妄想であった可能性も否定できない。不審な点4、事件発生から約1年後に届いた詳細不明のビデオテープ。これだよ、この事件最大の謎である。これだって、これ犯人から送れてきたんじゃないの。事件発生翌年の12月、恵子さんの母親である正江さんが自宅ポストに A4 サイズの茶封筒が投函されているのを発見。開封したところ、一回り小ぶりの封筒が入っており、その中には長方形の物体が入っていることが外から見て取れた。小ぶりの封筒にはたった一言、お母さんとだけ書かれていた。不気味に感じた正江さんはすぐに封筒を警察に届けた。担当した警察官から、中身はビデオテープであり、恵子さんの事件の手がかりの可能性がある映像が映っていたことが知らされる。正江さんは同日、警察官立ち会いの下でその映像を視聴した。これから見ていただくのは、そのビデオテープに収録されていた映像である。来るぞ。ああ、来た。まさか。あ、やっぱり、ほら。すげえ。いや、リアル。すげえ、これ、ビデオの中、今、動けております。ちょっとこれ、感度高いか。こうしようか。いやー。で、こっから本番だね。まあ、恵子さんは、精神疾患があったかもしんないけど、まあ、ストーカーの影ありだよね。で、ビデオテープがあるっていうこと、これさ、恵子さんが撮ったのか、恵子さんの犯人、ストーカーが撮ったんじゃない？で、なんか調べられるところあるのかな？橋とかもちろんないね。こう、うん。ここが恵子さんの家で、これ誰撮ってんの？恵子さんが自分で撮ってるわけないよ。いくら精神疾患とはいえ、これあれかな？開くね。で、ミニクリックでそうだ、ズームあるんだ。ちょ、待って、ちょ、待って。この部屋何よ？これは？これ玄関だよね。これは見れたりとか、怖い。ま、で、玄関じゃなくて、え？ここ何？ここ何の部屋？あれか。お？なんか今変な感じなんなかった？なんか今一瞬。フラッシュバック、お、びっくりした。あ、お風呂場ね。特に何もないよ。なんか調べられるのがどれかわかんないな、逆に。ただリアル、しかも VHS って感じ。その昔のね、ホームビデオみたいな。なんかここに心霊映像とか映ってそうじゃない？冷蔵庫はダメだね。うん。ビビったー。こういう系じゃないと思ってた。電話ね。もしもし。これね。取れる？取った。もしもし？え、無言電話？え？無言電話だ。何も音、聞こえないもんね。
これがやべえ着信。あ、何場所変わんの。外だ。誰かいる。あ、これ違うか。あ、ほらまた一瞬ちらつき。これ別なとこだよね。これいけない。すごいな。でもここね、すごい。どうして外に出たの。恵子さん、恵子さんなのこれは。そもそも何の音で、マンションの外にいる。怖え。おお、なんね、何。あ、一旦見に行ったってこと。どういうこと、どういうこと。何にもなんか、さっきはさ、すごい文章で細かく伝えてたけど、これビデオテープだからそもそもそういうのがない。これ恵子さんの、うん、これなんだ。また鳴る。なんかここさ怪しいんだよな。いやでも何か窓をそうそう来るぞ。トイレットペーパー備蓄してますね。まあ、このぐらいはあるか。ああ違う。あ、ほらほら、今のなんだろう。なんか特に何もなかったらあえて止めたりはしないけど、編集でね。また無言電話か。取ります。取れない。取ったぞ。もしもし、なんか今のはノイズだな。あ、こうやってこうね。左クリックね。左クリックだ。これ E ボタンだと思ってた。ああ、見れる、外。左クリックだ。いないよね。ドアスコープ見れます。開くぞ。左クリックで開くぞ、全部。これどうやって開けたんだ。あとは、なんか見れる。あ、外だな、外。うわー、ちょっと待って、その前に、これ、ここだけ開くのか。やっぱり開く、うわー、やっぱり今の。今、がっつり見えた。やべえ、このゲーム。やばいぞ。うわ、今、ドアノブ。いる？来るぞ。わーやめて。今ガチャガチャしたよね。ドアガチャしたよね。窓ガラス来るぞ。ちょっとそっち行ってみようか。なんで外行ったんだろうな。懐中電灯とかないから。あ、ベランダには行けないんだ。カーテンは開くけどね。今誰かいたぞ。男性っぽい 目じゃなかった。でもあとは結構今調べてるけど、うわー、はい、電話行きます。なんだ、外の音聞こえる。うん、外ほら、これ今ほら窓からさ、スズムシみたいな虫の音が聞こえるじゃん。9月ぐらいだから、まさに、うん。で、その音が、こっから聞こえる。うわ、何？いる？ここ、調べるとこない。あれ？こんなとこあったっけ？これなんかおかしくない？あ、これあれか。駐車場ね。ナンバー8。これさ、マルチエンディングとかあるかな？何かある？誰かいる？こ、
何階だったっけ？走れないからな。あ、消火栓とかあるよ。すげえ、ちょっとあれっぽい感じもある。あ、止まれ。なんか今回自由に動けるな、結構。あー、まただ。これは誰目線なんだよ。恵子さん目線？恵子さんがこのビデオテープをさ、自分で撮ってさ、それをお母さんに送りつけるってありえないじゃん。まあ、精神疾患、やだとしても、ストレスとかじゃな、あ、行きます、行きますよ。すぐ見る。あ、なんか貼ってある。あれ何？うお！いやあ。今ズームしちゃったよ俺。あ、貼ってない。来る？ストーカーだ。完璧ストーカーですね。で、これ誰撮ってんの？恵子さん？洗い物した方がいいよ。あ、来るぞ。そろそろ窓ガラス来るぞ。ベランダ。電話ないな。電話来るか。はーい。うわ、あ、取れなかった。で、なんか場所違くない？さっきここさ、駐車場あったじゃん。違うってこと？裏ってこと？走れないかんね。これは、誰目線なんだろう、これ。とか行けんの？いや、関係なさそうだよね。あ、マンションに行く？こう？あ、行けるの？こうですか、まさか。何階だったっけ？ 3 階だったっけ？忘れたよ。こう？何階だったっけ？あ、305。305だ。行きます。ヒントくれた。ここだ。行きます。いるぞ、そこにいるぞ。あ、これさ、懐中電灯取れたりとかじゃないんだ。行きます。来る。あ、来ないか。なんで電気消えた？で、懐中電灯ね。違う？やっぱりフォロー。うわぁ。で？なんで電気消えたの？停電？いや、そんなわけない。落とされたな。いる？来るぞ。こん中に入ってくるか。ストーカーだな。お風呂場はいるわけないよな、さすがに。なんかカチャカチャ言ってない？気のせい。もう一回見てみるか。電話は鳴んないね。何か変化が起きる。入ってくるぞ。
電話来るか。なーにこのノイズ。すごい。いる？やめて。起きたい。起きたいけど起きない今。やめて。あ。何？あのノイズは何なんだ？こう、ドアスコープダメだって。ね。あ、で、どっかブレーカーを上げれるところがあるってこと？ブレーカーってどこで上げるの？あ、びっくりした。これ今俺が触ったのね。ブレーカーはどこだ？ベランダじゃないな。ブレーカーを上げに外に出る。いや、出ない方がいいな。普通玄関の近くとか、普通玄関近くとか、あ、でもここら辺？いや、ないね。うわ！来たぞ、この音だ。いる、いるぞ。行くしかない。ビデオをご視聴いただきありがとうございました。まず第一に、皆様にビデオを見せたことを謝罪しなければなりません。本当に申し訳ございませんでした。え、なになになに？は？嘘だよね。このビデオの真相についてお伝えします。え、なに？マサイさんがビデオを警察署に届けた日、警察官や恵子さんの遺族を含めて合計で8人がビデオの映像を視聴しました。異変はその翌年に発生しました。え？翌年の9月12日、ビデオを見た警察官の一人が原因不明の死を遂げました。どういうこと？その翌年の9月12日にも一人、さらに翌年にも一人と原因不明の死が連続して発生するようになりました。呪いのビデオ。だとしても。彼らは皆、詳細不明のビデオテープの映像を見ていました。私たちは一つの仮説を立てました。ビデオを見た人の中で一人が9月12日に死亡するのではないか、と。皆様に見ていただいたのは、このような背景を持つ映像だったのです。やべえ、来年死ぬかもしんない。ここまで知った皆様の中には、私が見たのは映像ではなくゲーム画面だ。ゲームとして操作できたなら、ビデオの映像ではないだろう、と考えている人もいるでしょう。やっぱり今なんかね、最初の一言で、これガチの映像っていうか、ガチの本当の実話を元にしたホラーゲームなんじゃないかってちょっとね、メタ的な感じで考えちゃったんでね。あながち間違ってない。結論からお伝えしますと、我々はビデオを見た人を増やすためにゲームを媒体として利用したのです。やべえ。皆さんもね、連帯責任で。これを視聴したっていうことはそういうことですからね、皆さん。ビデオを見た人の中で一人が死亡するのならば、ビデオを視聴した人を増やせば、自分がその一人になる確率は下がるだろう、と私たちは考えました。そこで我々はゲームに着目しました。ゲームは不特定多数の人の興味を引き、画面を注視するよう仕向けることができるためです。やべえ。まず私たちは本来のビデオテープの映像を人の目では認識できないほど短い映像に分割しました。そして細かく分割されたビデオ映像を断続的にこのゲームの画面上に表示するようプログラムしたのです。やっぱりあのチラッ、ね、チラッと映ってたやつ、後で、てか編集で停止させます。つまり、
このゲームの画面を見た方は気づかぬうちに本物のビデオ映像をすべて見てしまっているのです。やめて。このようなことに皆様を巻き込んでしまい、本当に申し訳なく思っています。ビデオを見てしまった私たちが唯一できることは、ビデオを視聴した人をできるだけ増やすことだけです。ビデオを見た人の部活が増えれば、あなたがその一人になる確率は下がります。できるだけ多くの人がこのビデオを見るように仕向けるため、このゲームの内容を公害することは避けて、拡散してください。拡散します。このゲームの実況動画を投稿するのも、ビデオを見た人を増やすのに適しているでしょう。そうですね。もう皆さんは、こっち側ですよ。なんか俺こっち側になってんだけど。繰り返しになりますが、皆様を巻き込んでしまい、本当に申し訳ありませんでした。だからこれで、実際、みたいな。あなたが9月12日を無事に過ごせることを願います。よかった。あと11ヶ月ぐらいあるからよかった。まだ来年あるからね、みんな。あ、そう。ほら、やっぱりそうだよ。原枝恵子さん、開始事件。何だったの？逆に何よ？ゲームを最後までプレイする実績解除。あなたが無事に過ごせることを願います。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。皆さん、ネタバレ回避でお願いします。拡散してください。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。もしね、このビデオが良かった人はぜひ、グッドボタンとチャンネル登録、そして、たくさんのコメントお待ちしております。このゲームのダウンロードは下の概要欄、説明欄に Steam のページが載ってるんで、皆さんもダウンロードして、ぜひともご視聴よろしくお願いいたします。それではまた別のビデオでお会いしましょう。いや、9月12日にお会いしましょう。では。俺の音？リアル。なんかさ、今一瞬パッて出るのは何？俺の音？リアル。なんかさ、今一瞬パッて出るのは何？あ、これ違うか。ほら、また一瞬チタつき。あー、違う。これ、ここだけ開くのか。やっぱり開く。うわー、やっぱり今の。これ、ここだけ開くのか。やっぱり開く。うわー、やっぱり今の。